なん、待って、なんかすごいの届いてるんだけど。お久しぶりです、皆さん、こんにちは。とんでもないものが届きまして、これ結構なんかデカめなんですけど、何だと思いますか？デレンデレン、え、行きますよ、本当に。あははは、ニードルショットユニバース、やばい、すごい、デカすぎる。ニードルショットユニバースというものが VT さんから届きまして、びっくりした、デカすぎん、これ1本巨大のニードルショットってこと？え、なんてものを届けてくださったんだ VT さんは。もっとこれをね、開封していきたいと思います。え、え、いろんな色のリードルショット入ってる？え、ちょっと待って。やばやばすぎる、やばすぎない、やばすぎない、これなんで。これから順番に説明させていただきますね。これがマイルドリードルショット50ですね。100、300、ここからですよ。 PDRN リードルショット説明書を見よう。高麗人参から抽出した植物性 PDRN ハリツヤ集中ケア、真ん中の緑がプロシカリードルショット、裏ぎ肌の時の集中ケアだって。で、このピンクがピンコラーゲンでしょ、絶対コラーゲンリードルショット、ハリ集中ケア、めっちゃいいやん、バグってるよこれ。これ合計金額したらおいくらすんですか、これ。本当にやばいよ、マジで。オレンジの方がビタライトリードルショット、イギリス産ビタミン C とツヤ美容成分を配合、光るに彩る感じ、光彩感集中ケア。リードルショットってビタミンもいけるようになったの？次の真ん中の緑、レチエリードルショット、肌のキメを整えるレチエ成分、目集中ケア。次、青、ハイドロップリードルショット、優れた水分チャージ力の HA ナノカプセル配合、水分光彩感ケア。こんなものをいただいていいんですか、本当に。えぐ、今日は気になるの1個ちょっと試してみようかなって思うんですけども、何がいいかな。ビタミンをちょっと試してみようと思います。すっごい特別なプレゼントもらった気分、めちゃめちゃ嬉しい。じゃあ開けてみよう。あ、なるほど、パウチ状になってる。え、一回使うとさ、賞味期限があるから、賞味期限じゃないな、期限、このパウチ状だったら一回で使えるし、今日はちょっとこれを使ってみようと思います。え、ちょっとこれ見てるだけですごくテンション上がるんだけど、うわー。あと、ありがたいことにクリームもいただいたので、ちょっとこれのクリームもね、一緒に使ってみようと思います。まずは洗顔してきます。よし、まだ何もつけてない状態でこのリードルショットつけてみようと思います。普通のリードルショットって白いんだけど、透明なんやが、つぶつぶ入ってる。え、すごっ、痛いのかな、今の量だけで。結構しっとり感するし、なんか全然チクチクしない、ジェル状の化粧水塗ってるみたい。リードルショットの100とか300って結構クリーム系のテクスチャーだから、クリーム塗ってるみたいな感覚だったんだけど、みずみずしい。ビタミンやったから多分レチノール系はあんまりしない方がいいでしょ。ちょっと早いけど、もう夜用のスキンケアしちゃえばいいので、いつも通りの化粧水して美容液して、最後にちょっとこちらのクリームを塗ってみようかなと思います。これがですね、リードルショットシナジーリペアクリーム、ライダー肌バランスを整えて、外部環境から刺激を受けた肌を鎮静させるリードルショットシナジーリペアクリーム。アズレン成分っていうものが結構たくさん入ってるみたいで、ニキビだったり炎症を素早く治癒してくれる成分らしいです。これ普通の白いクリームですね。ちょっと固めのクリームだ。匂いはない。ベタベタしすぎないけど、結構保湿されますね、これ。油分たっぷりのクリームって、日々できやすいから結構慎重に選ばないとなって思ってたんですけど、毎日使っちゃいそう。脂性肌の人は、すごい薄めに
薄めにつけて伸ばすのがいいかと思います。はい、で一応これも試してみましょう。シカクリームプラス、シカクリームっていうのがあったんだけど、リニューアルしたものになるみたいです。あ、え、お？緑だ。あ、これはシカのパックの匂いがする。原点に戻ってきた感じの匂い。なんかちょっとジェルっぽい？さっきのリペアクリームと違って、めっちゃみずみずしい。逆に、これちょっとじゃあ重たいよっていう人は、こっちの鎮静クリームが一番いいかもしれない。やさら。嬉しい。夏になったことだし、肌悩み、さらに女性に限らず男性の方も肌トラブル増えてきてると思うから、男性の視聴者の方多いから、もし気になるものがあったりしたら配信とかコメントとかで聞いていただけたら、私もいろいろ調べてみようと思うので、最後まで見ていただいてありがとうございました。久々のちょっと動画になっちゃったんですけども、 VT さんのスキンケア、これ以外にもいっぱいあるので、気になった方はネットとかで見てみてください。よろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 X、インスタもやっておりますので、どちらかフォローしていただけたら嬉しいです。お知らせなどそちらの方でするので、ぜひチェックよろしくお願いします。またねー。チャンネル登録よろしくね。こまチャンネル。